天皇皇后両陛下の長女、愛子様が10日午前、初めて東京、渋谷区にある明治神宮を参拝されました。今年は明治天皇の皇后、秋の皇太后が亡くなって110年の節目にあたり、9日は天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻が明治神宮を参拝されました。 愛子さまは参拝用のロングドレスと白い帽子、白い手袋を着用し、扇子を手にゆっくりと境内を進まれました。愛子さまは本殿に向かって拝礼し、玉串を捧げられました。愛子さまが明治神宮を参拝されるのは初めてです。愛子さまは今月1日に日本赤十字社に入社後、毎日出勤されてきましたが、 参拝があるため、10日午前は勤務を休まれました。